はい、おはようございます。こんにちは、こんばんは。MDC グループちっちゃいな。はい、MDC グループ総代表を務めております、健太店長と申します。はい、今日も元気に動画撮っていきたいと思います。よろしくお願いいたしますね。MDC アパレル、あっちの方にやっちゃったんで、はい、なんか落っこってたステッカーしかなかったし、はい、ね、今日も元気に動画撮っていきたいと思います。よろしくお願いいたします。はい、で、今日はですね、まあサブシリーズとなっておりますビジネス関係のトークです。はい、まあ全然僕の動画最近誰も見てないんでね、誰かのためになるかちょっとどうかわからんですけども、せめてね、まあ昔から見てくれてるリスナーさんぐらいには役に立つ動画出せたらいいなってことで、はい、今日はビジネス関係のお話ですね。筋トレ関係のお話とかね、筋トレ関係のネタが興味ある方は動画の概要欄にですね、私が運営しておりますナチュラルボディービル研究所というホームページの URL 載っておりますので、ぜひですね、そちらの方をチェックしていただけると嬉しいです。よろしくお願いいたします。はい、で今日はですね、ネットビジネス関係の、はい、ちょっとお話なんですけどもね、なんかこんな風に見えて一応ネットビジネス自体はもう15年選手、ぐらいで結構中堅どこぐらいには、はい、別にそんなに稼いでるわけじゃないんですけども、キャリア的には中堅どこぐらいの、キャリアを積んでますのでね、ちょっとはためになる話喋れるかなってことで、はい。で、ね、今日ね、ちょっとその、まあ、話したい内容としては、まあ、僕、リスナーさんにはね、いや、副業持った方がいいですよっていうふうに昔から言ってるとは思うんですけども、まあ、今、フルリモートの、まあ、IT 企業に勤めてまして、はい。で、まあ、僕のチームのメンバーがみんな20代なんですよ。一人30代がおるかな。はい。で、まあ、30代前半の子で、僕最年長ですよね。やっぱり IT 系って結構若い人がまあ多いので、まあ、20代前半から20代中盤ぐらいの子が多いかな、うちのチームは。はい。で、まあ僕今マーケティングをやってるんですけども、で、僕は個人事業として、まあマーケティングももう10年近くやってるのかな、ウェブマーケティング。はい。まあ SNS を活用したウェブマーケティングから、まああとは、ま、SEO 対策のね、ま、ブログとかホームページとか、はい。まあ、そんなん自分でやってたんで、ま、今いる若い子たちよりかはちょっとね、経験とかノウハウを持ってるんで、まあ、ちょっとチームをね、持たせてもらったんだけども、で、まあ、やっぱりコミュニケーションの一環で、普通のミーティングとかね、してる中でも、まあ、前職何やってたのとか、やっぱりちょっとウェブデザイン強い子がいたら、あ、ウェブデザイン強いねと、自分でなんかやってるのとかね、いろいろ聞くじゃないですか。はい。で、なんかワードプレス使うのが得意な子がいたら、あ、ブログ書いてんのとかね、聞くんですけど、意外と、副業やでやってますって子がね、全然いないんですよね。はい。まあ、中にはちょっとね、まあそういうなんか、なんていうんですかね。まあそういう系ちょっとやってましたってこう、ほんとちらほらいるんですけど、うちチーム12人いて、はい、あ。副業っていうか自分でなんかやってましたってこう、2人かな？はい、あ。で、結構びっくりして、うん。僕今までやっぱり、まあ夜の仕事とかね、まあガテン系の運送屋やったりとか、工場っていうかまあ倉庫か、はい、倉庫やったり建築現場で働いたりとか、まあいろんなところで働いてきましたけども、公的機関でも働きましたね、2年ぐらい、はい、そういうところではやっぱり副業を持ってる人ってまあマイノリティっていうか、まあ、だいぶ少なかったんですよね。はい、特にやっぱガテン系とかになると副業っつってもまあそのせいぜい家賃収入を持ってるとか、はい、駐車場から収入ありますとか、まあ、土地持ってる人はね、ちょっと副業やってる子、まあ、子っていうか人おったけど、それ副業っていうのがちょっとよくわかんないし、はい。あんまいなかったですね。はい。だけどやっぱ IT 企業でみんなバリバリそういう、まあ、マーケティングとかね、ウェブデザインとか、ワード、まあ、ブログとかですよね、SEO やってる子とか、なので、もっと副業って自分でやってたんだろうなと思ったら、意外と少ないんですよ。まあ言わんだけかもしれないですけど、別にね、ああ、ちょっとやってましてとか言ったっていいと思うんで、なんかあながち嘘じゃないと思うんですよ。本当にやってないんだなっていう、うん、話聞いてると。で、いや、もったいないなっていうふうにまず思うのと、
やっぱこれからの時代、まあ今でも正直もう遅いぐらいですけど、やっぱね、そのキャッシュポイントは絶対いくつも持ってた方がいいんですよ。一つこけてもね、まあ他のキャッシュポイントがあればそんなにあたふたしなくて済むじゃないですか。はい、あ。まあいつまで健康で働けるか正直わかんないですし、急にやっぱり怪我とかね、病気とかって急にやってきますから、はい、あ。何せ僕病弱なんで、はい、あ。いつまで元気に働けるかなんてわかんないですからね。はい、あ。で、まあやっぱ副業を本当にみんなね、絶対持った方がいいって思うんですよ。うん。儲かるにしろ儲からないにしろ、やっぱりその自分で何か始めるってことってすごく自分の人生にとってプラスになると思いますし、で、結構副業ってね、始めるとわかるんですけど、自分の意外な才能に気がついたりするんですよね。はい。あ、こんなん俺できるんだとかね。あ、こっちの方でも俺金稼げるんだみたいな、そう、そういう気づきにもつながったりとかして、意外とそれで自分の道が見えてきたりとかもね、そういうのもありますし、若い世代にはね、どんどん副業持ってほしいし、はい、何様やねんって思うかもしれないですけども、いや、持った方が絶対いいですよ。うん。で、昔はやっぱり僕、まあ36なんで、僕が若い時って副業って言っても、まあ敷居が高かったのは確かなんですよ。お金持ってる連中だったら、まあいくらでも始められたかもしれないですけども、まあ、僕スラムドッグなんで、はい。副業って言ってもやっぱ元手がかかることしかほとんどなかったんですよね。万引きとかとか、嘘、はい。はい。昔はね、ハードル高かったんですよ、副業持つことに。対してのね。だけど、今ってやっぱりネット、ね、ウェブがもう、はい、だいぶ発達してますから、正直、もう、小学生でも副業を持てる時代じゃないですか。ね、今。で、まあ、言うたら、ネット関係の副業って、まあ、いくらでもありますよね。まあ、ポイ活はちょっと副業に入るのかちょっとわかんないですけども、まあ、例えば本当に代表的なところ言うと、まあ、僕がメインでやってるアフィリエイトとかね、あんなのだってホームページ1個ぶっつけてね、作って、広告ぶち込みはいいだけですから、まああれは本当に誰でもできますし、まあね、稼げる稼げないは別としても、まあ、プラスね、1円でもプラスになれば、とりあえずまず、はい、副業の第一歩は踏み出せるわけで、まあだからアフィリエイトとかも始めやすいですし、物販ですよね。今はもう、なんだ、メルカリだとか、はい、ラクマとかかな。なんかいろいろフリマのサイトありますけども、昔僕の時代で言うとあのヤフオクとかね、モバオクとかね、まあ、はい、あんなのも始めやすいですよね。セドリとか、はい、言われてたりもしますけど、まああれも立派な副業に、なると思いますし、僕昔一番稼いでたのは物販ですから、はい、僕の場合個人輸入ですね。はい。あれも全然もう本当に副業の範囲でできちゃうんで、今。だから変な話、始めようと思ったらいくらでも始められるんですよね。で、僕は最近自分の、まあ、マーケティンググループというか、MDC、さっきね、最初に MDC グループ総代表なんつったんですけども、まあ、MDC グループは筋トレチームから始まって、まあ、クリエイターチーム、デザイン関係ですね、やってるクリエイターチームで、ビジネスチームっていうのがあって、まあ、マーケティングとか、いろいろそういうのを高め合ってるビジネスチームっていうのがあるんですけど、ビジネスチームの、はい、まあ、結構、ね、いろんなことやってる子が、この電子書籍を教えてくれて、今更なんですけど、僕もちょっと電子書籍ね。実はさっきからね、結構滑舌がちょっとあれなの、これマスクの中になんか毛が入ってるっぽいんですよね。うん、すごい気持ち悪いですよ、今ここ。電子書籍ね。ちょっと僕も始めてみました。ね。副業と呼べるフォローになるかどうかはちょっとわからないですけども、まあ、まあね。月せいぜい1000円でも2000円でもね、プラスになればまあいいかなってことでちょっと始めてみました。はい。まあそんなんだってね、電子書籍だって今、簡単にできますし、そう、電子書籍ちょっとやってみたらどうですかって言われて、ちょろっとやっぱ調べたら、すごい簡単にもできるんですよね、電子書籍ってね。はい。だから、ちょっと、小1時間ぐらいでできたかな、1冊。はい。だからすごいな、敷居低いななんて思って、ね。まあ、これもみんな始められると思いますし、はい、だからすごい今ね、なんか誰でも副業って始められるんですよ。うん、だそれこそ僕はもう何でもやってるんで、アフィリエイト、物販、まあそうだね、物販、はい。セドリは今やってないですけども、うん、で今電子書籍とかでしょ。まああと他にもなんかいろいろやってますけども、
本当にこうやって例えばしょぼいキャッシュポイント、例えば1個が1万円でも2万円でもね、月利益がね10個持てば、まあ、10個はちょっと厳しいかもしれないけど5個持てば、じゃあ例えば1個が2万円だとしても10万円は毎月入ってくるわけじゃないですか。はい、でかいですよね。本業持って、まあ、プラス10万毎月入ってくるってなると、はあ、なんか毎月ちょっとちたちょっとちたの小さなボーナスが入ってくるみたいなもんですからばね。もうこの毛がちょっとだい、ちょっとだいぶ、ちょっとごめんなさい、毛取っていいですか。長っ。うん。はい、多分この毛でしょうね。はい、そうなんですよ。だから結構副業ってのはね、僕ら小市民にとってすごく生活を豊かにしてくれるものなので、で、意外なね、本当さっきも言ったけど自分の素質に気がついたりとか、うん、で僕なんてもともと一番最初に跳ねたのは YouTube なんですよ。今は全然やってないんですけども、昔はそう結構 YouTube で、まあ、毎月それなりにもらってて、あ、俺意外と喋れるんやなみたいな、はい、ね、昔からの喋るのは好きだったけども意外と、うん、俺の喋りって金になるんやなみたいな風に、当時そこで結構自信を持ってね、はあ、だからもう会社の朝礼とか大好きになりましたね。俺結構喋れるんだなっていう、うん、自信にもつながりますし、うん、でやっぱ個人輸入が、はい、まあ跳ねた時一番ミリ的には多分個人輸入が一番僕はあったんですけども、まあ、俺結構物売れるんやなっていう風にね、まあ、自信につながりましたし、まあ、その後それで大やけどするんですけども、はい、投資もそうですね、俺意外と投資できるんやなってね、その後投資で大やけどするんですけど、はい、そうそうそう、まあでもそんなんでいろいろビジネスの経験も積めますし、うん、何せ本当に今ネットって何でもできるんで、昔本出そうね、電子書籍、一つ取ってみても、昔じゃあ本出そうって思った時に、ネットがない時代、普及してない時代だとめっちゃ金かかったわけですよ。ね。印刷代から何からね。ものすごいお金かかったんですよ。だけど今無料でできるんで、Amazon さんでやれば無料で出せるんでね。あ、もちろんその分、バックっていうか、ペイも少ないですけども、だけどそれでもノーリスクっていうのはやっぱり魅力ですよね。うん、僕の考え的には正直副業に対してはリスクはなければない方がいいし、むしろゼロならゼロ、うん、であるべきなんじゃないかなっていう、本業に支障をきたす、これはもう物理的っていうか、この実際の金銭的にも、精神的にも、本業に支障をきたすんであればもうそれは副業ではないんじゃないかなっていうふうに思ってるんで、やっぱりノーリスクの、そのアフィリエイトとか、まあ、こう電子書籍なんかこれすごいいいですよね。まあ、理にかなってますよね。副業として。はい。だからね、もう何でも始めたらいいと思うんで、すごい僕の今のチームのね、こんだけマーケティングじゃなくて、こんだけウェブデザインできるんだったら、なんかもっと自分でできそうだけどなって思う子いっぱいいるんですけど、意外とやってないんですよね。うん。いや、お金に困ってねえからだよって言われたらそれまでなんですけど、だけど、やっぱりね、その会社とかからもらうお金じゃなくて、自分でなんかやって稼ぐお金って、まあ、やっぱ違いますよね。自信になりますし、本当に。うん。あ、俺別に雇われなくてもこんだけ金稼げるんだっていう、はい。そういうのも大きいと思いますんで、そう。で、やっぱこれからも本当に副業っていうか、そういうキャッシュポイントを本業以外に持つことって、本当にスタンダードになってくるんで、はい。絶対やっといた方がいいですよ、なんかしら。うん。今僕が挙げたね、本当に普通の、デフォルトみたいになってるアフィリエイトとかそういうのじゃなくても、全然もっと新しいことでもいいと思うんですけど、そう、やっぱり本業以外のキャッシュポイントを持つのはね、すごく重要だと思いますね。はい。そっから意外な商売に発展するかもしれませんし、すごく有意義だと思いますよ。何でも失敗してもいいだしね。だって、元で全然かかんないんで、ウェブの世界だったら。店舗構えなくてもいいですからね。はい。で、宣伝になっちゃうんですけども、僕はやっぱりもう長いんで、副業っていうか、そのネット関係の副業、はい、ウェブマーケティングに関してもそうですし、まあ、いろいろもう15年のキャリアがあるんで、毎月それなりのね、そういう副収入みたいなのがあるわけですよ。だからそれをちょっとね、もう、下の育成っていうか、仲間の構築もそうですけども、育成も兼ねて、ちょっとウェブマーケティングの、はい、オンラインサロンですね。はい。それをちょっと始めようかなと。
ね、思って、一応ページだけは解説したんで、興味ある方、URL 載せておきますので、ちょっと、まあ、なんとなくアクセスしてみてください。はい。もちろんお金かかりますけどね。うん、だけど、本気でね、社畜抜け出したいっていう人はね、ぜひちょっと、僕が、運営するオンラインサロン、ね、うさんくさいですけど、このいでたちでオンラインサロンとか言うとうさんくさいですけども、結構、真面目な、サロンだと思いますよ。自分で言うのもなんですけども、ね、こんなバカでも稼げるんですから、ある程度は。はい、そんなジャブジャブ稼いでるわけじゃないですけどね。だけど副業として、なんかお小遣い程度にはね、稼げる仕組みはたっぷりいっぱい持ってますね、知識的に。はい。で、一緒にその僕が運営している MDC ビジネスチームっていうとこからも、講師として、はい。何名か引っ張ってますので、ね。ほぼやっぱり僕はアフィリエイト強いですけども、例えばなんか商材系とかね、そっち系が強いっていう人はもっと他にもいるんで、そういう人たちもいっぱい揃えてますので、はい。社畜を本気に抜け出したいなっていう人いたら、ぜひね、オンラインサロンちょっとチェックしてみてください。はい。なんか人によってはね、いや、これ高いやろとかいうやつ絶対いるんですよ。はい。月額払ってまで副業学んでって、それ意味ないやんってね、損してるじゃんみたいな。はい。いやいやいや、もう何の知識もない状態で、ウェブ、よし、ネットの世界で副業をやろうっていうのと、やっぱり知識とかアドバイザーがついての、はい、よしやろうじゃ全然もうスタートライン違いますから、はい、僕らそれを知らずにやっぱりもう全部独学でやって、はい、全部自分で叩き上げて作ってきた、わけなんで、だいぶ遠回りしました。はい。ね、稼ぐまでにだいぶ時間かかったんで、はい、やっぱりそこはまあね、僕たちもともとそういう経験、ね、痛い目見てきた人の、知識、経験を、はい、共有しますのでね、一緒に、スタートラインの位置をね、どんどん押し上げていこうじゃないかっていう、そういうオンラインサロンです。はい。で、こいつ見込みあるなーっていう人に関しては、僕が今後ね、新しくやろうと思うビジネスに一緒に参加してもらおうかなっていうふうに思ってる、そんなサロンなんで、ぜひ、興味ある方はチェックしてみてください。ということで、URL 一番上の方に貼っておきます。はい。というわけで皆さん副業を持ちましょう。ね、キャッシュポイントをいくつも作って、はい。社畜を抜け出そうじゃありませんかっていう、もうね、そういう時代は終わりましたよっていう、そういう話でした。はい。というわけで MDC グループ総代表、健太店長でした。さよなら。